もう12月ですけど、今年限りでコロナも終わりにはならなそうですね。新たな変異でオミクロン株と化したウイルスが日本にも上陸しています。現在2人の感染例があるのと、その濃厚接触者が数十人いる様子です。ですからもうすでに入っちゃってるんですよね。そして現時点でオミクロン株がどの程度の脅威になるのか、まだ未知なわけですよ。日本の場合、ワクチン接種率がかなり高くなっていますけれども、このオミクロン株に対してワクチンがどれほど効くのかっていうのも未知です。ただイギリスのオックスフォード大学は、既存のワクチンでもオミクロン株の感染による重症化を防げるとの考えを示しています。しかしまあ、もう少し様子を見ないと何とも言えないでしょうね。すでに国内に入ってはいるんですけれども、さらなる水際対策として、岸田政権は11月30日から全ての国と地域からの外国人の新規入国を原則停止としています。これまで日本政府はこうね、漫画のシーンにありそうな判断が遅いみたいなこと言われてましたけれども、今回割とすぐ岸田さんが決断をしたと思うんですよね。しかもかなり強い。逆にやりすぎてやばいくらいですよ。国土交通省が日本に到着する全ての国際線で新たな予約の停止を航空会社に要請していました。そうなると年末を控えて海外にいる日本人すら帰国が困難になりかねません。邦人保護の観点からもやりすぎじゃないかということで批判が出て撤回することになりました。国土交通省は新型コロナの新たな変異ウイルス、オミクロン株の感染拡大に対する水際対策を強化するとして、航空各社に対し今月末までの1ヶ月間日本に到着する全ての国際線の新たな予約を停止するよう11月29日に要請しました。新規予約の停止要請の対象には海外にいる日本人も含まれ、予約を取っていない日本人が事実上帰国できなくなることに対し、航空会社の関係者からは対応が厳しすぎると反発の声が上がっていたほか、海外からの帰国を予定していた日本人などの間で困惑が広がっていました。国土交通省は緊急避難的な予防措置だと説明していましたが、一部で混乱を招いたとして2日、予約停止の要請を取り下げて、日本人の帰国需要に十分配慮するよう航空会社に改めて通知し、3日間で方針転換を迫られる形となりました。しっかり水際対策をしていくんだというその心意気は買いますよ。ただ、さすがに日本人まで切り捨てるような、こういう方向性ってのはダメなんじゃないでしょうか。海外にいる日本人まで守らないってさ、それ何のための国なんですか。在外の日本人が海外との、まあ、ビジネス的なパイプも作ってですね、そしてまあ、日本との取引をして、日本も豊かになっている、そんな側面もあるわけですよね。それをね、切り捨てたら、ダメですよ。そして対策強化をやるっていうのはいいんですけども、やりすぎることで経済的なマイナス、これもね、懸念があります。というかもうすでにオミクロン株入っちゃってるわけですよ。ですから今の対策というのがどの程度の影響を及ぼすのかっていうのはしっかり検証する必要があるでしょうね。ただ効果わからんけれども、心理的な安心感は演出できるかもしれないというのはあるかもしれない。効果は分かりませんけどね。結局一般国民的にはまあ、これまでと同様というか、大してやること変わらないわけですよ。マスコミに煽られすぎず、可能な限りの対策をして、まあ、そして可能な限りの経済活動を行う、これしかありません。岸田政権になって全然株価上がりませんし、まあ、こうやって国際的なこうやり取りがさらに停滞していくと、まあやっぱ厳しいですよね。大丈夫ですかね。やっぱり1年持たないんじゃないかっていう気がしてきましたよね。できるだけ今ね、こういう局面だからこそ長くやってもらいたいっていうのはあるんだけれども、ちょっと今のところ厳しい。でも頑張ってもらいたいというところで、今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。